精霊よ、ついに訪れたか。数日前、空を過ぎる雲がそなたの訪れを告げた。太陽の香りがする雨を降らせてな。馬の骨のその下には一体何者が存在しているのだろうか。妖精界の使者か。ああ、いや、言えないのは承知の上だ。これ以上は聞くまい。何者であれ、おかげで儀式を始められる。あ、いや、藁人形が火花を散らし、そなたの訪れを告げるのだ。季節が終わりを迎える今、空を焦がして新たな季節が始まる。渓谷に感謝を捧げ、そなたを待つとしよう。ハレウィンのウィッカーマンが火で来訪を告げると言ってた。燃やせばいいのは。ああ、ウィッカーマンが語っている。あの声を昭和させるのだ。そうだ、また一つ声が加わったぞ。
上下逆さに置かれた探検だ。首吊りの縄、ナイフ、毒の匂いのする小瓶、三通りの殺しができるな。一本の枝から作られた二つの尺、掘り方も同じだ。これで全部だ。ドルイドのところへ戻ろう。返事をしてくれ、風よ。一つだけ聞きたいことがあってきた。そなたの振る舞い、それに姿もどこか当惑させられるところがある。本当に光の精霊なのか。ああ、まあそうだな。証し立てしてほしい。私の力を借りるなら、この世の謎を知っていなければならん。魔除けの正しい使い方を解いてくれるか。いいだろう、何でも聞いてくれ。悪の霊から身を守るための魔除けとは。少し時間をもらおう。まさか闇の精霊ではないだろうな。そうでなければ戻ってまた挑んでくれ。これで全部だ。ドルイドのところへ戻ろう。何を要求されてるんだ。家の周りを調べたらそれらしいものが見つかるかもな。全部だ。ドルイドのところへ戻ろう。口を開けてる。大声で秘密を教えてたのかもな。これは盾や墓石に刻まれてるのを見たことがある。返事をしてくれ、風よ。気づきは得られたか。そなたが光の精霊であるなら真の答えがわかるはず。悪の霊から身を守るための魔除けとは。ケルトの結び目が悪霊を追い払う。そう、守りの結び目だ。光の精霊だけが恐れずに済む。大気と光の存在に問おう。過去という時間と決別するにはどの魔除けを使う。アタメの探検が過去とのつながりを断つ。逆さまの刃、物事の逆転だ。そう、そうだ。死んだ者にその口を開かせる魔除けとは。魂のドクロは死の領域から声を響かせる魔除けだ。
私はそうやって遠い昔のドルイドに語りかける。精霊であるそなたの知るところだろう。まさに光の精霊、メイボンを称えよ。パント入手はいかがかな。いや、ただ質問に答えてほしい。この薬草袋はグロチェスターにいるある変わった男のものだ。何かわかるか。ああ、眠りに誘うものだ。私が調合した。あやつはタンポポのワインを飲みながら懐かしそうに故郷のクスラドロンの話をしていた。クスラドロンなるほど、感謝するハレウィン。さて、実りの月だ。訪ねるべき場所が他にもある。風と落ち葉と共に行け、波打つ丘の友よ。クスラドロンか、変わった名だな。そういえばモドロンは近くの岩で待ってるんだった。いたな、モドロンだ。追っ手は今どこまで迫ってきてるんだ。かなり近くまで。その仮装のまま郊外にとどまるのが賢明ね。けれどテフレルの遺体はまだ見つかっていないの。酒に酔ってバカ騒ぎしてたんでな。あまり記憶に残ってないが、テフデルと口論はしてない。情けない話ね。ハレウィンから情報は得られたの？クスラドロン出身の男に薬草を渡したそうだ。グイリムというやつだ。飲んでる時一緒にいた。クスラドロンはウェールズ語でヌストの巣窟という意味。西にある丘の上よ。連れて行ってもいいわ。あんたの助力には感謝してる。信じてくれたことにもな。テフデルの命運は私も気にかかっている。想定外の展開だけれど、真相を確かめなければ。では急ごう。グエリムを見つけて名誉を取り戻す。この森もグロチェスターシャーも自然のままだな。まるで馬に乗って異世界の扉をくぐったかのように感じる。ええ、古き魔法が息づいているから。その魔法がテフデルとその教会によって絶やされようとしている。テフデルは改革の話をしてた。それが理由で狙われたのか。地位を得るために策を弄する人間はたくさんいる。テフデルの失踪は誰の仕業でもおかしくない。だがお前は魔女だ。神々の知恵を得られる立場にいる。予兆はなかったのか。煙を見たわ。敵対しているデーン人が通りすがりにやった可能性はないの？敵対してるデーン人なら今頃角笛が響き渡ってる。密かになんて動かない。言葉は鈍く、斧は鋭くね。クスラドロン、ヌストの巣窟。この先は一人で行って。身を隠す場所は？近くに祭壇があるわ。私が必要ならそこまで会いに来て。古き神々と新しき神々の加護がありますように。
あたりを調べろ、スニー。厳重に警備されてるな。だって飛べるんだ。
フデルの声だ。生きてたようだな。争った形跡がない。おそらく待ち伏せされたんだろう。つまり残忍な盗賊がここにいたってことだ。
あれがグイルムの隠れ家だな。戦士、オーディンと共にある。お前の反応は正しいぞ。エイボル、生きていたのか。勘弁してくれ。クノン大使に命令されたんだ。コインを渡されてテフデルを始末しろって。では金は返せ。手際の悪い傭兵だ。たった一人も殺せない。罪をかぶせる相手を間違ったようだな。まったくだ。こいつを生かしておけばクノンからもっとコインを巻き上げられると思ったんだ。口止め料としてな。なぜクノンがテフデルを、自分の後を継ぐ人間だろう。俺たちが知るか。知らない方が都合がいいだろう。相手の弱みも知らずに揺すろうとしてたのか。とんだ間抜けだな。殺す気はなかったんだって。楽しいやつだし気に入ってるんだ。なあ頼むよ。ちゃんと面倒見ただろう。クノンが僕を、なぜ。僕は何も。なんてこった。死んだのか。起きろ起きろって。ちゃんと飯を食わせてもらったと伝えてくれよ。邪魔だ、どけ。なあエイボル、俺たち仲間だろ。一緒に飲んだじゃねえか。あの鶏肉を覚えてるか。次に口を聞いたら舌を抜くぞ。治癒士に見せた方がいい。顔にクソを塗りたくが。協力に感謝する。解放してやるから、もうさらわれないよう気をつけろよ。ありがとう、見知らぬ人。ありがとう、本当に助かった。悪魔の住処で目を覚ました時はもうダメかと思った。体力を消耗させるな。道のりは長い。クノンが僕の命を奪おうとするなんてどういうことだ。僕にとっては父親同然だったのに。直接聞いてみよう。僕は認めようとしなかったけど、クノンは異教徒も僕らと同じだと言っていた。神々の法を守り思いやりを持っていると。顔が一つだろうとたくさんあろうと関係ない。皆神の栄光の下で恵みを受けていたんだな。この騒動で人が変わったみたいだな。僕は変わったよ。中身も外側も。
見つかれば攻撃される。熱があって意識も朦朧としてるが生きてはいる。血の病かもしれないわ。なんてひどい。あそこの連中に人質にされていたのね。クノンに雇われたと主張してた。クノンがこの騒ぎを。理由はわからん。コインを渡してテフデルを始末させようとしてた。奴らの仕事ぶりはお粗末だが。この子とクノンはもともと似た者同士。神を恐れるキリスト教徒として命のあり方を議論したわ。でもクノンは丸くなった。人は保身のためなら驚くほどひどいこともする。クノンは自分の代わりにテフデルを炎にくべようとしているのかもしれないわ。儀式は指導者の役目だろ。テフデルが大使になっているなら生贄となる条件は整っているわ。ではクノンと話すまで安心できないな。手当てを頼めるか。私の治癒の腕は確かだけど、神々が彼を迎えるご意志を示されたのなら止めることはできない。クノンをどうするつもり？決意は固いのね。ならばリアンノンのごとくかけていって。ありがとうモドロン。テフデルのことくれぐれも頼んだぞ。祭りが終わる前にクノンに会わないとな。姿を見られないようにしよう。まずはロングハウスを調べるか。儀式は始まってない。クノンを探す時間はまだある。ちょっと待った。
そこにいたか、ヘビメ。エイボル。どうだね、祭りは楽しんでいるか。小芝居はいい、テフデルは生きてる。お前の身代わりに仕立て上げる計画は失敗だ。私が炎から逃げようとしているとでも。私は喜んでウィッカーマンに入る。だが、この地を狂信的なキリスト教徒に任せはしない。ではどうする。指導者のない民を放置して教会が聖なる火を放つのを待つのか。指導者不在にはならんよ。モドロンが名誉ある地位につくことになっている。モドロンが嘘をついてたってのか。へっ、思惑通りぐるぐると自分の尻尾を追いかけたんだ。テフデルの殺害計画を立てたのはモドロンだよ、エイボル。モドロンはグロチェスターシャーを支配するつもりか。四方をキリスト教徒に囲まれてそんなことができると思うとはな。他に道はないのだ。モドロンは予見した。テフデルが炎に囲まれ、そして私たちが生み出したもの全てを燃やすところを。全てを。お前とモドロン。そうか、グエニドか。男なら死ぬとなればその前に家を整理するものだ。子供のために巣を整える。お前と魔女の企みだったのか。陽気な調べで私を踊らせ、娘に遺産を残す気だったんだな。私は昔からモドロンを求めていた。だから受胎の儀式に誘われた時は少しのためらいもなく同意したよ。私たちが結ばれたことでグエニドが生まれ、グロチェスターシャーは統合された。それをテフデルは踏みにじる気なのだ。そこがお前の過ちだ、クノ。テフデルは改心した。今では同じ道を歩もうとしてる。テフデルがロバのような頑固な男だ。君が道理を教えたのか。私だけじゃない。見知らぬブリトン人の盗賊もだ。テフデルはキリストもケルヌンノスも敬うようになった。そうか、予言とは奇妙な展開を見せるな。誘拐と献身的なデンジンのおかげでテフデルが改心するとは。エイボル、モドロンはテフデルを森の礼拝堂へ連れて行く。急げば彼女の刃を止められるかもしれん。私にはすべきことがある。本当は案内したいのだが、さあ行け。先に私を殺す気なら話は別だが。お前は死んだも同然だ。お前の過ちのために人々を苦しませるつもりはない。ありがとう、エイボル。君の情けはいずれ報われる。きっとだ。ここを出て、王様に会いに行く方法があるはずだ。あのおいた魚売りに、というかその娘に。
ここでは目立たない方がいい。導いてくれ。我が目となり力を貸せ。警鐘が聞こえる。かすかだが、あれはモドロンの声だ。
っ